お兄さん到着ですね。カむ君お疲れ様です。今朝13日朝6時に家を出て、えー、16時頃佐賀へ到着おめでとうございます。福岡空港のバスターミナルのお兄さんの話では、えー、11日、12日と長蛇の列ができていたとのこと。今日の飛行機は9割9分女性ってことはそういうことです。でも、えー、佐賀には宿泊できず、えー、福岡から泊くらしいです。 うん、私は到着後、え写真展に行き、夫にカメラマンをしてもらい、ポージングして写しました。<laughs> すごい気合い入ってますね。夫も調子に乗って注文出すし、やっちまった。で、天丼を食べてきました。うん。アリーナ周辺も下見したし、明日は栄養ドリンク飲んで行ってきます。まずは、佐賀へ到着したことで少しほっとしました。写真店のゆず様が、 ついつい顔が喜んで、すごい顔の写真になりました。以上、本日の初心者、ようちゃんの報告でした。また明日、かぶくん、人形を変えて、レッツゴーするよ。せばね、めっちゃ楽しみですね。なんか僕まで佐賀に行った気分ですよ。ありがとうございます。飛行機の中は9割女性だったんですね。なんかゆずくんグッズを持ってる人もいたんでしょうかね。いや、なんかもう、すごい、なんか、うん。天丼も食べたんですね。うん。みきみのさん、どうもです。かぶくん、こんばんは。 吉野川里席にに出てきました。羽生くんファンの方もたくさん来てました。え皆様何かしら羽生くんグッズを身に着けていらっしゃるし、身に着けてなくても、話が昨日の公演のことだし、夫に、あのグループはそう、向こうの人もそうと話してました。やっぱそうなんですね。で肝心の我が家は、服は普通だけど、モッテストラータのエコバッグを夫が持ってきてくれたんで気づく人はいたでしょうね。 うん、夫、あそこの旦那さんが持っているのって、羽生くんグッズじゃないって,言わ,れて言われてたりして、だいぶ私に毒されてきてます。ふふ、それにしても、吉永理事は広かった、うん。見学コースが4つくらいあるんですが、1つ目の半分しか回らなかった。私は足が限界で、夫もきつかったようです、えー。調査中のところがあるから、2、3時間で見終わるだろうと思っていたら、とんでもなかった。 舐めて買った私たちが悪いと、また2泊3日で観光に来ようねと、夫のリベンジを使いました。あ、そうなんですね。駐車場から道路に合流しようとしたとき佐賀の方たちは、道を譲ってくれてとても優しいと夫は感動してました。本当にどうぞという感じで合流してくれるんです。ぜひ株舞テレビに書いてと夫が言うので書きました。ああ、本当ですか。へえ、佐賀の方たちってそんな大らかなんですね。なんか、福岡県は、 結構なんか、いろいろこう、ヤンキーがいたりするイメージがあったんで、北九州って結構荒いのかなってちょっと思ったんですが、佐賀県の方は優しいんでしょうかね。なんかね、そういったイメージはちょっと変わりましたね。うん。吉野ヶ里跡も2、3時間もかかるんですね。ちょっと意外でしたね。うん。はい。というわけで、ゆずくんファンの皆様、結構旅行されてる、観光されてるということでした。うん。はい。えー、さらかいさん、こんばんは。 猫宮くさんのコメントで言及されていた歌内駅と枕崎駅に関してですが、歌内駅は北海道歌内市に所在する、えー、宗谷本線の駅で、枕崎駅は鹿児島県枕崎市に所在する、えー、指宿枕崎線の駅ですと。本当にもう端と端っていう感じですよね。歌内は日本の最北端の駅かかつ終着駅で、枕崎駅は沖縄県にあるユ揺レ,レールというモノレールを除くと、日本最南端の終着駅となっ てていいますすことは本当もうあれ端の端でち、ねねえー、なみにえっ、ー、と指宿枕崎線の西大山駅という駅が日本最,最南端の駅で沖縄の有泳路を除くとなっています。私はこの3駅に実際に列車で行っておりたこともありますが、えー、最南端と最北端の駅に到着できた達成感は爽快でした。 うん、このうち、えー、枕崎駅と西大山駅に関しては、えー、無事駅となりますと。それと、猫山雫さんが言及されていた変なコメントを目撃してしまいました。カブさんにお知らせしようとしたら、思ったら消えてたんで、迅速に長居されたものと思われます、えー。鎮魂を込めて取り込まれている羽生結弦選手に対して、泥を塗るような言動であり、あり、許されることではありません、えー。こういうユーザーはアクセス禁止処分と書き込み禁止処分にしてはいいのではないかと思います。 うん。ちょっとびっくりしましたね。なんかしかも変な動画を上げてたということなんで、まあ、ほいほいですね。うん。ありがとうございました。